こんばんは、仰天ゆりなです。は朝から、ハルコンの昼公演の投資があって、それを。今日はそう、朝からハルコンの昼公演の 今日はごめん、もう眠すぎて充電が、私の充電が切れよる。昼公演のリハをやって、でそれがその途中で、じゃあリハ終わって固め、一曲固めあったけど、それは参加できずに、今日は、もうね、告知にね、なってるからいいんだけどね、DVD が今度発売されるんですけど、それの DVD を発売するにあたって、お店にサインを、ポスター、違う。お店に4店舗ぐらい、ポスターを、違う、お店に行ってポスターにサインを書かせていただいて、でそれを飾っていただいたりする、店舗周りに行ってきて、今日そう終わった後に店舗にお邪魔させていただいて、サイン書かせていただいて、飾っていただいて、神保町の翔仙さんと秋葉の翔仙さんと、メディカタカナがめっちゃ多かったよな、メディワールド秋葉の、あった、ラムタラメディアワールド秋葉店さんにお邪魔して、ね、ここをね、あれよ、 AKB のもいっぱいあったよ。リップグロスのやつとかもめっちゃ置いてあって、すごいね、素敵でした。でこれ上にユリナめっちゃぶわって4枚ぐらいポスターを飾っていただいて、めちゃくちゃね、よかった、嬉しかったです、すごい。それで、あともう一つは渋谷の MV、 違う、 HMV& ブックス渋谷さんに、サインを書かせていただきました。何階にあったかな、何階だったっけ、5階のところに飾らせてもらった。大西のね、あれも置いてあったわ、お酒の日本酒のやつも置いてあって、大西もサインあった。あそこすごいね、私初めて、タワレコさんの前のとこね、 HMV& ブックスさんって、行ったことなくて、私タワレコとかはね行くんだけど、あっち行ったことなくて、行ったんだけど、めっちゃ大きい綺麗な塔だなんですね。初めて知りました。
すっごいいろんなサインが置いてあったりとか、めっちゃ色紙置いてあったりとか飾ってあったりとか、いろんなアーティストさんのやつとか。そう、あのね、初めて行ったんですけど、めちゃくちゃめちゃぶつでイベントしたっけ、記憶にないわ私。無成仏でイベントしたらしい。あれ何のイベントしたい、耳成仏で。なんか私会でもやったっけな、ちょっと忘れちゃったけど。記憶にない、忘れちゃった。でもあれあんなんだったっけ、すっごい綺麗だった。私会したのよ、だって。ああ、やったわ。え、やった。イベントブースあったわ。違う、今日ね、なんかね、誰かがライブやってたわ。なんか誰か知らないけど、見てないからね、わかんないけど、その一個上かな、一個上の階かな、6階だったかな、イベント会場が。で、そうだから、それでイベントスピーカーで聞こえてたわ、私がサイン書いたりとかしてる時に。そう、じゃそれぶりだった、超久しぶりだね。なんかそう行ってきた。うん、綺麗ね、あそこ。めっちゃいろんな人のサインとか、来店者のサインバーって飾ってあったりとか、いっぱいあって。私そのでもね、ちゃんとね、私そのお渡し会はしたけど、でもね、お渡し会の時裏から入ったから分かんなかったんだわ、私多分。そうだからさ、なんかさ、そう、うちあそこ中も行ったことなかったの。だから今日ちょっとね見てきた、帰り終わって。なんかその書いたのが5階で、イベントブースが6階だって、5階と6階だけね見てきた。へえ、こんな感じなんだと思って。そう、綺麗ね、あそこ。なんかいろんなのが入ってるね、スタバとか、なんかいろんなのがその塔に、ビルっていうのかなに入ってて。そうそうそう。え、今日普通に表から入りました。表から入ったっていうか、普通に一般の人たちと一緒に普通にそうやって行って、こうやってカシャカシャって写真撮って、イエーイってやって帰ってきました。それでそのまんまそれで普通に見学して、ここでイベントできるんだみたいな、誰かライブやってんだなみたいな思って、ブーって見て帰ってきた。そう、それでなんか普通にやってた、あ、ユーリーさんのブブカだっけとか置いてあったりとかしてて、うーんみたいな、ビキニさんのやつとかもあったりとか、いろんなところでいろんなの見て、ぜひね、4店舗今日回らせてもらったので、まあみんなとかだったら一番秋葉とかがいいのかな、公園とかだから、その秋葉とか、一番近いのかな、分かんないけど。見に、ぜひ見に行ってください、渋谷とか。渋谷のあそこあれじゃん、渋パラの近くだからさ、なんか私のファンじゃない人とか、もし誰かの渋パラ見に行くついでとかに、とかタワレコとか、今度それこそリリーベあるじゃん、 AKB のゆきえんさんの卒業シングル、そう、あれなんかメンバーとさ海外とかに行くんじゃなかったっけ。そう、タワレコでするかはちょっと知らないけど、そう
そう、私はね渋谷じゃないんです。そう、ゆりなちゃん錦糸町なんですだからちょっとゆりなちゃんのあれじゃないから渋谷でやるのかな。渋谷でもするよね絶対、多分誰どっか誰かのチームが、わかんないけど、誰か選抜メンバーのお見送りだったほら、でそれついでにぜひ見に行ってあげてください。ゆりなさんそこまであるかな。いやあるな、全然あるわ、多分貼ってくれてると思うんで、ぜひ。ゆりなは錦糸町だけど、うん、でもさ、どっかのメンバー渋谷だったよね、そういえば。違かったっけ。うちも渋谷が多かったな。錦糸町ってあんまり降り立ったことがないんだけどさ、錦糸町あんまり、そう、錦糸町ってあんまりね降り立ったことがないのよ私。で私前のリリーイベント時はね、どこに行ったかって言ったら、カフェと AKB のあのコラボしたカフェと、あとね、あのね、神奈川かな、千葉か埼玉か忘れちゃったけど、なんかそこに行きました。あれ何県だっけ、横浜か、神奈川でしたね。そうに行きました、前の去年、前のシングルの時は。眠すぎて目の焦点合わなくなってきた、やばい めっちゃ今日もさ、今日充電タブレットできてなくて携帯でやってるんだよね今。そう、めっちゃ近くね、なんか近くねより、なんか最近ショールーム近っなんかもうショールームこうやってビュンってやるのめんどくさいからさ、めっちゃ近い、近いわ、自分でセッティングしたけど近いなしかもさ、今日さレッスンからのさこれだったからさ、朝はね早かったの、起きるの、メイク、いや言ってね、早いっつってもここ数日間でだいぶ遅い方でしたけどね、7時ぐらいに起きたんで、いつもね前、この前なんて6時前に起きてるから、そう全然あれやねんけど、そうでもちょっとなんか眠くて、ていうかマジで体調みんな気をつけて、結構ね、いやーメンバーみんなね結構体調がやばかったりとか、コンサート前のこの過密スケジュールで大変そうな日々を過ごしてるから、みんな気をつけて、病は気からっていうから、意志を強く持っていこう。私はめっちゃ元気やけど、私はもう何が辛いかって、花粉症、もう目かゆい、鼻かゆい、ずっと鼻がさってやってるし、ずっともう鼻がさってずっとこうやってやってるのも痒すぎて、うん、マジで薬やばい。うん、聞いとんかね。マジ今日もめっちゃ仲良かった。そう。だからみんな体調不良には気をつけて、ハルコンお会いしましょう。うん、ぼーっとしてるのは薬のせい。いや全然関係ない。
薬だって夜に飲んでるもん。夜の寝る前に飲んでるからもう全然関係ない。ぼーっとしてるのはシンプルに眠いからです、私が。そう、もうぼーっとしてるのはごめんなさい、睡眠がシンプルに眠いからです。睡眠が足りないだけです。めちゃくちゃ眠たい。なんか頭使ってるからどうしても眠たいんですよね。そう、ご飯は食べました。ご飯はもう普通に食べて、今日はもう絶対早く寝ます。お風呂ためて寝る。とりあえず明日もハルコンの夜の投資リハなので頑張るんば。イエーイ。それをやるぞやるぞ。そしてねます。なんで今日はこの辺で。ちょっと配信が最近マジ短くて本当申し訳ないなってすっごい思ってるんですけど、ちょっと本当に今はちょっともう本当にそういうところじゃない。ちょっともう体調と頭とゆっくりすること優先なので、もうこの辺で本当申し訳ないんですけど終了にしましょう。なのでランキングを読んでしまいますね。間違えました。13位、よくよしさん。12位、まさとさん。11位、シュガーさん。11位、かいしーさん。9位、あきひこさん。8位、なっていさん。7位、えいご、ちゃきおんせんさん。6位、サムスさん。5位、ザクさん。DVD のポスターの際見に行くねだって。ぜひぜひ。4位、サングラスの親父さん。3位、日記屋さん。みじゃねえわ。一日お疲れ様だってありがとう。そして2光の百脚さん、 DVD のリリベ待ってますよだって。うん、そうだね。そして今日の第1位はナーラブさんです。皆さん今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日もショールームは明日はね、今日みたいにここ数日みたいに一日じゃなくて朝から投資夕方ぐらいまでかなやったら終わりなんですよ。その後仕事が私はないから、今日みたいに。なのであの夕方ぐらいかなにやろうかなと思ってます。というわけでサイン書いたのでぜひ皆さん見に行ってください。すごいポスター貼っていただけたのでぜひぜひよろしくお願いします。じゃあそんなわけで、今日も見てくださって本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。